はい、どうもこんにちは、ノアです。今回は、さあ今回のシークレットレアの超フルパワーサイヤ人4ブロリーで、これプラスこの今度はね、めちゃくちゃ強いと言われている魔人とは、これ合わせて使っていきたいと思ってます。さあ使用するデッキなんですが、はい、まず今回のねシークレット UR に加えて、前回のシークレットレア暗黒オフィウで、プロモーションカードの鋭い殺気ミラー、はい、混乱の UR ベジットで、ゴッドバード時の海洋神で、ミラクル封じの時の海洋神という編成になっております。はい、ノーアバデッキですね。さて今回なんですが、この魔人とは、これとブロリーの合わせ技で、ブロリーが3回攻撃するから、魔人とはのアビリティを最大で攻撃時だけで3回も発動させることができるんだね。で、そうなると魔人とはって自分チームに暗黒オフィウか、スーパーフィウ、まあ、どれかがいるとアビリティがパワーアップして、1回 CI 勝利するたびにパワーガードがプラス5000のエナジーがプラス2になるんだよね。で、この時点でも結構ぶっ壊れてるんだけど、それにプラスアルファで、はい、スーパーベジット、こちらがね、チャージインパクトに4回以上、その1ラウンド中で4回以上勝つことができれば、自分チーム全員のパワーとガードが2倍になります。はい、ということで魔人とはでめちゃくちゃブロリーを強化した後に、そこからさらにパワーガードを2倍にするという恐ろしいデッキとなってます。さらにとはってこれ、まあ、ブロリーが勝つたびにさ、エナジー増やしてくれんだ。で、そのタイミングでこの戦闘力を3000に制限するユニット技を使うというような流れとなっております。さあ相手もブロリー&トキちゃんからのブルマ BR が厄介。さあこれは意地でも1ラウンド先行を取りに行きたいね。さあ1ラウンドでこれブロリーミラーだと先行さえ取っちゃえば、その時点で敵のブロリーのパワーとガードを吸えるんだ。なのでこれは絶対に取りに行く。で、逆に相手に先行取られちゃうと、それの逆のことが起きるんで、それはまずい。あ、エリートタイプ、バーサーカータイプか。はい、気力とガードダウン、あ、待った、気力とガードダウン、あ、じゃあこれでもう先行取れちゃう。相手がブロリー1枚出したとしても、もう戦闘力1000しか出ないんで、まあこれは余裕です。おのれ、まだ終わるんぞ。さあ今回獲得したドミグラスタンプを押しながら、まあ、ここはでも、まあ、相手もまあそうだよね、それぐらいしか多分できないと思うので、まあ、これはもうブロリーのパワーを吸って、時々玉で、時々玉じゃない、ゴッドバードで HP を1万5000アップ狙いたいですね。さあお互い最速のお互いミラクル封印って結構熱い状況なんですが、はい、こっちにはね、時々の加護がついてるので、まあ攻撃時はかなり優位と。はい、ノーマルだからね、HP はちょっと低いんだけど、ここをブロリーの耐久力で補うっていう感じですね。あー、OKOKOK。 あれ、なんで1500も出てんの。あれ、記録ダウンしなかったっけ。え記録ダウンしなかったっけ。まあいいや、まあ多分こういうのはコメント欄の人が解決してくれるはず。はい、あれ、暗黒オフィーかかんなかったっけ。守りの一手、まあまあまあ言うて、ここは火力というよりかもうエナジー増やしたいっていうので、はい、そんなに関係ない。あ、てかそもそもこれトアでパワーガード増やせれば、あー、ごめん、ミスったー、めっちゃミスった、今分かっちゃった、今は自分で分かっちゃった。今トアでパワーとガード5000増やせれば相当これダメージ軽減できそう。なんでマジ全く決まらないんだけど、ひどいなこれちょっと。あー、でも一応勝利はできたんで、まあプラス5000だね。今の勝ちたかったな。なんとも気が抜けたチャージ、はい、3200ダメージ結構入ってるで。さあこれでブロリーのパワーが8分の1でしょ。あー、やっと決まった。ただ2回の損失はでかいな。うん、ただ一応これで HP が3万、さらに魔人とはが強すぎるでしょこれ。どう考えても強すぎる、やばくないこれ、えぐいな。えぐい、これえぐいわ。ダーン。さあ、なんか記録ダメージ無効ってさ、だいたい強そうなイメージがあるんだけど、
この気力ダメージ向こうの囲いがつくとめっちゃ強そうなイメージが、ほらこの感じわかる。アイコンの下が青色だとさ、めちゃくちゃかあーなるほどね。はい、せっかく増やしたパワードガードが持ってかれるっていう、なんともな。やっぱ今日ダメだね、最速の調子が微妙すぎる。あーでも減らされて増えるか。だからまあ言うて痛いけどね、言うて痛いけど、あこれもね持ってかれてまたプラス5000なんで永久に減らないでしょこれ。はい、あエナジーがもう8個、素晴らしい。でこの時点でチャージ4回勝利できたのでスーパーベジットのアビリティ発動しますね。まあここは通してもいいかな。あーオッケー、クセだ。うん、素晴らしいね、素晴らしい。さあエナジー満タン、さあここどうするか。7000制限使ってもいいんだけど、いや待って、もう一気に攻めに行こうかな。4000ミサイルで攻めに行くっていう手もあるね。うーんいいね。さあやります。ここはもうね使っちゃおうかな。うん、使っちゃおうか。戦闘力3000制限すればエナジーたまらないでしょ。でグロリーの3連撃で倒すか、そうしよっか。これ他のキャラ出す意味ないよね多分。もうグロリーの3回連続攻撃で倒しちゃおうか。で見てこれすごいっしょ、これグロリーって戦闘力上昇率 1.5 倍かかるので、これ3000エリアに出すと4500出るんだ。で こっち3000制限使ってるから、これだけで先行が取れちゃうっていう、なんとも素晴らしいコンボ。はい、魔人との構えは同じだね。どういうのがお望み？どういうのがお好み？あれ？あ、お好みだった。セリフ2パターンあるかと思った。はい、じゃあこれでいこう。ん？ダマス出して？来た。あー、半減。言うて硬いな。なんとかなっかな。乱戦？なんかお互いアプリ無駄打ちだねこれ。自分は4000ミサイルでよかったのに 40% ゲン張ってるし、で相手は乱戦使っても復活封印なんで、なんかお互いにちょっとあんまり意味のないような感じになってますが、だよねこれ絶対4000ミサイルだったよね。なんか無駄に4000ミサイルじゃなくてさ 40% ダメージカット使っちゃった。あんまりこの局面じゃ意味ないよね。で守りの構え、はい、フリーズアタックで1回攻撃止まっちゃうんで実質2回なんですけど、その2回でダメージ与えといて最後ガンマークラッシュで決めないとちょっときついかな。それをやらないときつい。でもあワンチャンでも次のランド先行取れんじゃないこれ。あ、取れるかも。待って、普通に次先行取れるな。じゃあ仮に仕留めきれなくても問題ないじゃないけど、まあ理想はこのラウンドのもう岩盤クラッシュで KO するっていう。で1ラウンドでね相手のブロリーにこうパワー吸われてるからいつもよりも火力が出ないんだけど、今いくつあるんだろうね。今のパワーがちょっといくつあるかがわからない。ぶっちゃけただ最後にベジットを2倍にしたからそこそこは多いはず。はい、ちょっと今さ、のど飴食べながら実況してるから若干聞こえづらいかもだけど、最近ねすごい実況疲れがすごくてさ、ちょっともうねのど飴飲めないことにはやってられないというか、すごい喉がさ疲労しちゃうんだよね。さあこれは結構いいダメージ入りそうな。あれ そうでもない。ダマスの半減めっちゃ硬いね。さあギガンティックカラミティ
はいはい、ドッカーン。おお、え？こんなのあんの？何今の？今の何？めっちゃ可愛いんだけど。あれドラゴンボール Z のさ、あれだよね。あ、入った。ドラゴンボール Z のあれでしょ、絶対。マジか、そんな演出があるとは。初日はブルマ使ってたから見れなかった。ほら、俺は悪魔だ。貧弱メラメラドッカー、強いよ半減でこれ、はい、からの岩盤クラッシュ、ご飯に入れ、おっしゃ、ご飯に入った。さあ、ご飯のパワーガード吸ってるし、ワンチャンこれでいけるかもしんない。ただ懸念点があるとしたらザマスの半減、あーやっぱりか、思ったほど入らないね。マモカマで結構ダメージは減らされてる。さあ、破壊の悪魔の岩盤クラッシュ、地の釣りに泳ぎちよ、ほら、いけーっとー。あー、やっぱいかなかったか、惜しい。7400ダメージ、さあ惜しかったね、これね。ワンチャン飛ばせるかなって思ったけど、ザマスが異常なほど硬かった。さあ次のラウンド、これ先行取れないね。あ、取れる？うん？待って、どっちだこれ。あ、取れるかも。待って、次先行取れるじゃん。あ、取れるわ、来た、先行取れる、やった。クイックなしで取れる次で、これも1回攻撃でしょ。来たー、危なかった。先行取れるよね、だって制限ないもんね。制限なければ怖くはない。さあ、ギガンティックカラミティパラダイス、ちょっと怖いか。いや、でもガードが結構高いはず。あー、おーしよ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 し、あと1でゾロ目だった。オーケー、しゃー、全然食らない。あ、そうそうそう、 40% 軽減も買ってるから硬いね。さあ、 40% 減が生きてる。さあ、ここはオーケー、止めた。いや、強すぎでしょこれマジで。いや、すごいねこれ。とはやばすぎマジ、ブロリーとはやばい。これちょっとハマるかもしれない。うん、めちゃくちゃいいでこれ。しかも次のラウンドもまたこの暗黒オフューがかかるんで、まあ先行はもうほぼほぼ確定。ただし極限のゴッドメテオ状態なんで、ただただ先行を取るだけじゃダメなんだ。そこでこのブロリーじゃなくてミラとのダブルアタックで固定を与えて倒す流れが理想系となっております。あんなの見れるんだ。あの初日ブルマ使ってて見れなかった。はいはいはい、そう、あれあれでしょ、ドラゴンボール Z の熱戦熱戦超激戦のなんかのシーンだね。あれだ、破壊し尽くすだけだ、あそこじゃね。おー、え、でも大丈夫じゃね。あー、でも分かんない、エナジー10個かこっち、やばい。エナジー10で飛ばされるかな。え、でもね、トアでガード上がってんだよね。あ、大丈夫大丈夫、さっきのご飯より減りが遅いので。ちょっと待って、ブロリーがやられてる。大丈夫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 、多分7000は入らなくないこれ。言うて6000。おー、どう、おー全然入んないじゃん、よし。あー、でもパワー半分。あ、なるほどね、ブロリーめちゃくちゃいいねこれ。いや、今気づいたけど、そっか、岩盤でもパワー半分で、アビリティでもパワー半分、素晴らしいねこれ。ビルス対策にも程がある。これまだビルスと当たってないけど、多分相手がビルスだったらこれ無双できる気がする。だって岩盤とアビリティでパワーめちゃくちゃ吸って、ビルスのガードも吸うから、で相手が強くなればなるほどこっちも強くなるっていう、まあ、多分そういうコンセプトで作ったんじゃないかな。もうビルス環境に歯止めを刺すブロリー、めちゃくちゃいいね。さらに時々玉も取って、パワーも上げ上げの、めちゃくちゃかっこいいなこれ。めちゃくちゃかっこいいんだけど、羽の生えたブロリー最高だね。はい、時の海洋紙上げてるのでランカツはちょっと怖いんですけど、あ、あれ余裕で先行取れたね。あ、じゃあこれ下げた方が良かったかも。
ただ極限中だから、あ、極限貫通できるのが多分ミラだけだね。いや待って、そっか、ドローもあんじゃん。あ、じゃあいけるわ。ドローとダブルがある。でダブルはブロリーと組めば多分結構お金が入るはず。さあここでかい、ここパーフェクトでかい。さあフューの究極バースターってなりますね。からのエリートタイプ2人きりつ。さあめちゃくちゃいいねこれ。アンコフューのさ、HP 半分以上保てれば、で毎回ガードとヒル削ってくれるんで、しかも究極バーストで火力アップっていう。だからガード減ったところに究極バーストだから結構火力出るよね。はい、暗黒因子の通撃、とどめといくか。これ好き、めっちゃかっこいい。これ残業効かない、さすが私。ほら結構入ってるでしょ。だから極限でこれだからさ、しかも軽減無効っていうね。軽減無効何気でかいよね。はい、2000ってことは2万ダメージ、なかなかいいダメージ。あーまずい、トーン決めて。まさかエリート入ればいけるよ。エリート入れば決まるよ。エリート入らない、何？エリート入って、あ、ミラとトアのいいですね、この電気アタックは。どうかな、マジでうまいね。でももう多分もう勝負ついてるよねこれ。あー、まあいかなかったけれども、ダブルがあるんでこれはさすがにいったでしょう。いやちょっとトアの技見たかったけどね。うん、まあ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 、じゃあダブル、あ、ドローモードで KO しようか。エナジー3破壊でかい。 OK、 いった。2019ダメージの KO。 はい、ということで、さあ今回はね、この今段の UR 尽くしデッキでバトルスポーツスタジアムの方に挑戦させていただきました。さあこのブロリー&トアの組み合わせやばいね。うん、これ恐ろしすぎると思う。でベジットは正直まあおまけ感覚で入れたので、まあ、ここの枠はヒールアバターとかでいいと思うんだけど、でこのトアがさ、ブロリーチャージ勝つためにエナジー2個増やしてくれるん で気づけばギガンティックカラミティ、さらには暗黒の野望ユニットスーパー で敵の戦闘力3000制限と。いやこれめちゃくちゃいいわ。うん、本当に強いと思った。で魔人とはね、もう現在でも結構、まあ、値段が若干落ちてからな、性能で多分注目されて上がってきたから、ちょっとこれはマジで今回の段で押さえておいてほしい1枚ですね。はい、ということでこの動画が面白いと思った方、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。さらにブロリー単品で使った動画もあるので、そちらもぜひ。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。